今回のトーチランは、北海道神宮の境内の火が使われます。安全祈願の後、スペシャルオリンピックス日本大会の有森裕子会長に火が手渡されました。ここからトーチランがスタートとなります。どうぞお送りください。大会のシンボル、トーチランは、全国各地を回って大会への支援を呼びかけます。開催地の札幌からスタートし、有森会長を先頭にアスリートと子どもたちがペアになり、リレー形式で行われました。スペシャルオリンピックス冬季ナショナルゲームは、来年2月21日から3日間札幌などで開催されます。これを機にですね、この大会をまたどんどん広めていっていきたいなというふうに思ってますけど。